マーズ・アタックは1996年のアメリカ映画ティム・バートン監督の SF コメディ1962年にアメリカのトップス社から発売されたトレーディングカードマーズ・アタックが原案活性人来襲に大笑わする地球人たちをコミカルに描く B 級映画へのオマージュを感じさせる作品だが大統領と詐欺師の2役を演じるジャック・ニコルソンを はじめ、出演人は非常に豪華である。謎の円盤型飛行物体が地球に飛来し、センセーションを巻き起こす。テレビジャックにより地球にコンタクトを取ってきた緑人と名乗る異星人は、剥き出しの巨大な脳に大きな目、骸骨のような口元の奇怪な緑色の生物だった。見えばかりを気にするアメリカ大統領デールは、 政権内が和平派と戦争派に主張が分かれる中、火星人を代々的なセレモニーで歓迎することにする。大統領の周囲はヒステリーな妻、マーシャ、シニカルな大統領の娘タフィニオ長子社の広報官、ジェリー、楽観的なケスラー教授、ベトナム以来の鬼将軍デッカーという面々だった。人類史上初の異星人とのコンタクトに世界中が湧き立った。 ラスベガスでカジノを経営する不動産オーランドはビジネスのチャンスと大喜び、家庭の不安から叫びたりだった妻のバーバラは火星人を崇拝する怪しげなセミナーに通い始める。カジノで働く元チャンピオンボクサーのバイロンは離婚した妻と子供たちと久々に会えるのを楽しみにしていた。トレーラーハウスに住む貧乏なノリスケでは長男が兵役につき火星人を倒すと吠えている。 穏やかな次男リッチーは家族から妻弾きにされていた。テレビキャスターのナタリーはインタビュー相手のケスラー教授といい感じになり、恋人のジェイソンは気が気ではない。着陸した活性人大使と地球側代表のコンタクトは穏やかに行われたかに見えたが監修の一人が平和のシンボルのつもりで話した鳩が飛んできたことから激変する。 火星人大使が鳩を即座に撃ち殺したかと思うと、火星人たちは軍隊を含むセレモニー会場のほぼ全員を光線銃で焼き殺してしまう。登場人物たちが大混乱の中で次々と滑稽で無残な最後を遂げてゆく。最後の切り札である核兵器は火星人たちには効果がなく、大統領も火星人との握手で死に、働いにされる。 子供の悪ふざけのような残虐行為を繰り返す火星人たち。ラスベガスも襲われる。トム・ジョーンズとバーバラたちはセスナで何とか逃げ出すが、彼らが地上に見た者は離リ陸リを助けるために素手で立ち向かって火星人大使を倒した者の,の他の火星人たちに取り巻かれたバイロンの姿だった。だが人類は救われた。食い止めたのは ノリスケの認知症のおばあちゃんと孫のリッチーの二人だった。火星人の弱点は1951年のウェスタンソングインディアンラブゴールの周波数というものだった。放送や拡声器で流される歌を聞き、火星人は次々と頭を破裂させていった。逃走を図る火星人たちが乗った最後の宇宙船も爆発の末に失散した。おばあちゃんとリッチーは 政権関係者の中でただ一人生き残ったダフィーから名誉勲章を贈られる。辛くも生還したバイロンは妻と子供たちとの関係をやり直すことを決意。そしてバーバラたちは他方に墜落した数多くの宇宙船を目にするのだった。デール大統領役には当初はオレンベイティがキャスティングされていたが結局ジャック・ニコルソンに決定。なお、ジャック・ニコルソンは監督から どの役をやりたいと聞かれ、全部と答えるほどの力だった。クレン・クローズが演じた、ファースト・レディ役には、当初、シガニー・ウィーバー、メリル・ストリープ、ダイアン・キートン、ストッカード・チャニングらが打診されていた。バーバラ役には、当初スーザン・サランドンが、有力視されていた。またピアース・ブロスナーに演じた、ケスラー教授役には、トミー・リー・ジョーンズ、ショーン・ペン、ヒュー・グラントも候補になっていた。 リポーターのナタリー役で出演しているサラ・ジェシカ・パーカーはセックスザ・シティでブレイクする前であったためオファーが来た際に脚本を読まずに出演を決断したマイケル・ J ・フォックスが演じたリポーターのジェイソン・ストーン役にはマシューブ・ブロデリック、ジョニー・ディップも候補に上がっていたベテラン女優のシルビア・シドニーは今作が異作となった劇中ナタリーの飼い犬として登場するチワワは かつて、ティム・バートン監督とリサ・マリーが来日した際に、歌舞伎町近辺のペットショップで購入したものである。劇中で倒壊するジャック・ニコルソン演じるアートランドのホテルは、実際にラスベガスで廃業したホテルを爆破して撮影された。その話題は、日本のニュースで取り上げられた。ラスト近くのバイロン・ウィリアムスの生還シーンは、死者後に、 後味が悪いという理由で急遽付け加えられたものである。活性人の円盤のデザインは世紀の謎空飛ぶ円盤地球を襲撃すに登場する円盤をもとにしている。劇中、円盤がレーザーでワシントン記念塔を破壊した後わざわざ体当たりで倒すシーンがあるが、これも同作のオマージュである。同様に光線銃の音響効果は 宇宙戦争から引用している。バートンが熱烈なゴジラファンだったことから、劇中で映画、ゴジラ VS、ビオランテのシーンを流用している。また、宇宙人の弱点や人類がそれを利用して反撃するクライマックスシーンは、同じくゴジラシリーズの怪獣大戦争を参考にしていると言われる。クライマックスでは世界の主要都市を攻撃する場面があるが、 削除されたシーンの中には、東京が火星人から攻撃を受けるシーンもあった。そのシーンはゴジラのシーンで変えられている。映画、インデペンデンスデーは、過激派エコロジストと、偏屈なミリシアが力を合わせて、宇宙人を撃退するというストーリーであったが、それを踏まえた本作はリベラルと右翼が、それぞれのマヌケぶりを露呈する筋書きとなっている。また、インデペンデンスデーでは、 和平思考の大統領に対して宇宙人がわざわざ侵略を公言して考えを変えさせていたが本作では火星人が逃げないで我々は友達と連呼しながら地球人を殺戮するシーンがあるナイトメアービフォアクリスマス以来監督のティム・バートンと音楽のダニー・エルフマンは仲違いしていたがこの作品で再びコンビを復活させているダニー・エルフマンは 雑誌のインタビューで、それまでやった仕事の中でこの映画の音楽に一番満足していると語っている。主題歌は、トム・ジョーンズの、よくあることさ。日本と海外では評価の温度差が激しく、特に本国アメリカ合衆国では、公開当時、ティム・バートン史上最悪と酷評されていた。ただし一部ではカルトな人気も得ている。ありがとうございます。